皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。渡来奈緒です。さあ本日はですね、奈緒くんのホームゲレンデ小海リエックススキー場にお邪魔しております。イエーイ、ありがとうございます。相変わらず朝一硬かったですね、はい、そうですね、さすが八ヶ岳エリアっていう硬さでしたけれども、はい、僕もですね、はい、このスキー場にもしこもってたら、はい、ハンマーヘッド乗るんじゃないかなと思うんですよね。あ、はいはい、だって結構いい、ずっと硬いバーじゃないですか。いいね。そうです ね、はいはい、なので本日の私の YouTube スノーボード大学はですね、渡来奈緒と板を取り替えてみようをやってみます。おー、イエーイ、はい、この板を渡来くんに渡して、そして僕がこのデスペラードのタイプ R ですかね。はいはい、僕の板は S の159です、はい、これがタイプ R4 ワイドですね。160センチのボードになります。すごいマシンですね、はい、足のサイズいくつですか？ 24.5 です。あ、僕も 24.5 でちょうどいいので、はい、じゃあこれをちょっと取り替えてお互い滑ってみましょう。イエイ、よろしくお願いします。デスペラいける感じが、特にヒールサイド気持ちいいです。わ、体を落としに行っちゃってもノーズがグーって重さをもらってくれるので、ギュンって回ってくる感じ。トーサイドの入り方が難しいですね。あ、はい、ちょっとまだ見えてなかったです、はい、もうちょい滑らせてください、はい。すごいエネルギーを持っていかれる感じです。こんな板乗ってるんですね、はい、よし、チェンジします。渡来奈緒が僕の S です。ユニオンのアトラスです。レープになったつもりです。どう？いや、ヒール思いっきり乗せてってもしっかり立って
こうホールド感強いですね。はい、すごい気持ちよく心地よくフィールさせてもらいました今。やったー。はい、もうちょっと頑張って滑ってみたいと思います。はい、お願いします。はい、いやー気持ちよく、はい、セッティングも違和感ないですか。そうですね、はいはいはい、よかった。あったからこれ借りていいですかこのボードいいねいいね、やったー。ではではもう少し頑張って長距離、よかったらショートターンも入れてみましょう。ショートターンしてもやっぱりリズミカルにも動けるし、やっぱりセッティング的にしっかりとヒールのグリップはちゃんと取れるのがセッティングのいいところかなというふうに思いますし、ハイバックのこの感じも耐えれる感じもいいですね。はい、ラス。行ってきました。はい、板チェンジして、はい、はい、板の違いももちろんですけど、うん、セッティングとか、はい、こっち側だったらこういうプレートとか、はい、そういう足元の強さ、足元のフィーリングの違いっていうのはやっぱり大きく感じますね。はいはい、ああ、そうですね。はい、ただやっぱりね、このちょっとワイドボードなんですね、うん、僕が乗ってるものよりもワイドなので、うん、その安定感とかっていう部分はすごく感じましたし、うん、いやなんかこう今まではちょっと硬いボードでね、はいはいはい、常に滑ってることが多かったんですけども、比較的ねフレックスがある程度、うん、柔らかくても、うん、あ、こんだけしっかりホールドするんだな、セッティングと、はい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 、ね、マテリアルによってっていうところはね、うん、すごく感じました。ありがとうございます。はい、という感じで板の違いもそうですけれども、セッティングの違いによって大きく滑り応えみたいなのが変わっていくので、セッティングありきでね、技術の方もまた考えていくみたいなのもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、今回は渡来直くんの板セッティングそのままお借りしました。イエーイ。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。押してるねー。